クックマン TV。 今日はね、チャレンジ企画ということで、あそこにいますあれ、ね、あそこにさせてください、ね、彼をね、今日もチャレンジしていただきたいなと思います。それでは行ってみましょう。さあ今日はチャレンジ企画ということで、このですね、写してもらっていいですか、これレモン、こちらをですね、こちらにおりますスパイものが大好きだという、クッキング選手クックマンさんに食べていただきたいなと思います。よろしくお願いいたします。さあでも待て待て、あー、だお前もったいないこの野郎、俺がレモン嫌いだって知ってんだろお前、絶対食わないからな。まず座りなさい、座りなさい、冷静に考えなさいよ。なんだよ、本当にね、うん、これだけでは食べさせないですよ今日はね、うん、このレモンを甘くする不思議なフルーツ、こちらをね食べていただいてからレモンを食べると、あら不思議、酸っぱさが消えるという、この人にね、ああで試しにやってもらおうよ。この人って誰？レモンといえばこの方、アップライジング斉藤社長です。そうだ、ありがとうございます。出たね、早くよこせよレモン。まずね、じゃまずね、本当にレモン食べられるの？レモンだよ、レモンみたいなもんだもんね。こっちはレモンみたいなもんだよ、うん、うん、皮残してください、皮は、うん、うっぱい。じゃあこっちは次はこちらのフルーツを食べてからレモン食べてもらっていいですか。ああ、ね、はい、じゃあこれをどういうふうに食べるのかな、これは。これ普通に噛むだけで、うん、じゃあこうちゃんお願いします。ザクロじゃないですか、これ。レモン、レモンですね。え、そんな早いんですか。ほんとだ、ほんとに酸っぱくない。全然酸っぱくない。ほんとですか。ザクロだこれ多分。違う、ザクロじゃない。こうちゃん皮残してよ、皮。ほんとに甘いよ。嘘だ。じゃあレモンじゃないよこれ、せっかくだから。じゃあ3人同時に、はい、3人同時に、3人同時に、じゃあやってみましょう。じゃあね、僕らも食べますか。じゃあ、はいはい、いただきます。これね、いきますよ。あ、味はね、あ、確かに、あ、そのザクロ、ザクロだ、うん、決めがあるのかな。じゃあこれ3人でいただきます。いきますよ、せーの。僕の愛、うん、本当だ、うん、あ、普通に食える、うん、甘い。チョコちゃん、甘い、本当だ、甘い、甘い、びっくりした、うん、へえ、甘く感じる。チョコレートじゃないの、チョコレートで、こうちゃん食べちゃった、食べちゃったチョコレートだ、本当すごい。チャレンジ大成功。あなたのところにケッキマンとアップライジングの斉藤と坂本哲也が現れるかもしれない。やるよ、やるぞ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 。